自民党の裏金問題が山場を迎えています議員の処分を決める党紀委員会が先ほど始まりまりした関西出身の議員も重い処分が予想されますが自民党の看板を失うとどうなるのか地元の支援者の反応は多くのメディアが待つ中午後4時過ぎに始まった自民党の党紀委員会。 派閥の政治資金問題で収支報告書への不記載が明らかになった議員など85人のうち、派閥の幹部や過去5年間で500万円以上の不記載があった39人に、どんな処分が下されるのかが決まります。党計委員会は現在も非公開で続いています。処分の対象の中には関西の重鎮の議員も、 安倍派の幹部だった和歌山県選出の世耕弘重前参議院幹事長は、今回の処分の中で最も重い離党勧告が出されると見られています誰がこんなことを決めたのかというのは、本当に私自身、はっきり言って知りたいという思いであります私は何の相談も受けておりません。 これまで裏金への関与や違法性の認識などを否定している世耕議員1998年、和歌山県の参議院補欠選挙で立候補し、初当選そこから連続5回の当選を果たし、第二次安倍政権が発足した後経済産業大臣や官房副長官などを歴任しました

頑張ってきてくれてると思うんで。ちょっと寂しい気持ちにはなりますけどね。まあ。ここは一つ反省してもらって。また新たに出発していただければと思います。はい。世耕議員の後援会の関係者は。後援会としては。自民党の看板は外れますが。 支援はしていきたいと思っています一方兵庫9区選出の西村康稔前経済産業大臣は1年間の党員資格停止の処分が下されるとみられ選挙があった場合は党の公認は得られません西村前経済産業大臣は今から15年前当選わずか3回の若手の時代に 全く知名度のない、この私が自民党総裁、立候補したことが自民党が変わる第一歩だ自民党総裁選挙への出馬という大胆な行動に出たことも当選者と決定いたしました。 その後、安倍派では5人衆と呼ばれる幹部に抜擢され選挙でも7回連続当選と強さを誇る西村前大臣が自民党の処分を受ける見通しとなったことで選挙区にある動きが出ていました。それは、 勝てる状況にも、もう手も足も出なかったのが兵庫九区なんだなということを感じています。一年以内に選挙があると仮定をするならば、まさしく党公認で出れないわけですから、我が方としてはもうこれは非常にチャンスだというふうに感じています。こう語るのは立憲民主党兵庫県連の横畑幹事長です。党本部が、例えば泉さんとも決めたならば。 これははままた地元朝鮮の私は入りたいと思ってます、はい、そういう一部、論もあります党内に期待の声があるというのは明石市の泉房穂前市長この待望論について、泉前市長は関西テレビの取材に対し、衆議院選挙への出馬に関して全く考えていない、今後についても政党に所属することはないと思うとコメントしています。 西村前経済産業大臣は今回の問題が発覚した後、地元の後援会に対し今後はゼロから頑張るから応援してほしいと次期衆議院選挙への出馬の意向を示し協力を求めているということですその後援会の幹部の一人は処分されようがたとえ非公認や無所属になろうが応援することに変わりない。 昔からの関係性もあるし議員としての活動に対する尊敬もあると引き続き応援する考えを示す一方で、別の幹部は西村さん自体はもうそのまま応援するって方もいらっしゃるでしょうけれども、まあ、今、一般の世間の方々からすると、やっぱりちょっと冷たい面もあり、そこの中であの、無条件でっていう形よりかは、これからの出方とか、これからどういうことをまあ彼が。 西島さんが考えてされるのかなというの今見てるところかなと思います不記載が500万円以上という線引きで明暗を分けた処分の重さ関西テレビは今日う188万円の不記載があった大阪選出の国会議員に直接話を聞こうとしましたが あの今回のちょっと処分のことに関してお伺いすることはできますかできないお処分が出るまで答えていただけないという感じですかあ、ね、取材に応じることはありませんでした党によると39人のうち31人が処分を受けることを不服として弁明書を党紀委員会に提出したということで波乱の処分となりそうです

我々当初は大体1時間程度かと見ていたんですがある党職員が2時間ぐらいかかるんじゃないかという感じになっています、えー、これはです、ね、党議員のメンバーからかなり反発の声が出ていて、まあ、それで長引いているようなんですねある委員は取材に対して、えー、安倍派は組織ぐるみでやっていたが二階派は違うそれを一緒にしていたら岸田派はどうなる、まあ、こんんな声がなっているんです安倍派の議員からはどんな声が上がっていますか はいえー、関西選出の議員に何人も取材してみたんですが、えー、みんな一様にカメラをつけたインタビューというのは断ってきました、はいえー、処分が見,と見込まれる議員は、まあ、処分を受けるのは政治家の結果責任だから仕方がないと話す一方巻き込まれた人も主導した人も一緒にされて共謀、えー、したと言われることに怒っている、まあ、こういうふういふに話していました。えー、また森元総理大臣の名前を出して、うん なんであなただけでなく大勢巻き込んだのかと森さんに聞きに行ったらいいと、こうやって私に対して、えー、そういうふうに言うと、そういういう声もありましたなるほどこれ処分が出ることで、えー、自民党、今後、どううなるでしょうかね、はい、あの今回の処分なんですが、金額,の金額によってこう処分がありなしというラインが分けるということについてですね。 これ所属していた派閥を問わず疑問を呈する議員が多いんですねで処分に不満がある安倍派の議員も多くてです、ねうん、昼時点で31人が弁明書を提出しました、はいえー、今月28日の補欠選挙のために執行部は早くこの件を片付けたいんだと思いますが、まあ、党内の不満を収めるような人は誰もおらず、えー、混乱はそう簡単には収まりそうにはありません、はい 自民党本部から鈴木記者に伝えてもらいました、31人が弁明書を提出しているということですが、今分かっている処分の内容はこちらです、はい、和歌山選出の世耕前参院幹事長は、8段階のうち、除名の次に重い離党勧告、それから西村議員は1年の党員資格停止といった処分が下される方針だということです、はい、今回の処分をめぐって、安倍派の幹部からは、このような。 話もありました。党幹部に対し訴訟も辞さないという発言がありました。菊地さん、この処分のあり方についてはどういう風に感じていますか、はいえーと。処分をする方向自体については私はあのこれはあの悪くないことだというふうには思います。はいうん、ただじゃあ、えー、今回の処分が法的に見てですねこれがあの適正なのかどうなのかっていうことを考えるとですねこの中身。 例えば離党勧告がいいのか党員停止あの資格停止がいいのかとかこの中身に関してはこれはその党が決めることではないかなと思うんです、はいうん、ただ問題はプロセスなんですね、えー、あまりにも急ぎすぎ、うん、あまりにも拙速というような批判が当てはまる面もあると思います先ほどあの、高、え、賢、ー、さんもおっしゃったそた弁明書ですね,ですねこれを作るのにある程度時間が必要その内容を審査するにもある程度時間が必要。うんうん、ところが 1>, もう1日、2日で出せ、うん、で出したその夜にはもうあの結果だということでは何のためにその出させるのかというです、ねうん、要するにプロセスがちゃんとできていない手続きが裁判所はここは審査することは可能だと思います、はい、中身のいい、悪いは別として訴訟に出てこの手続きがあまりにも不当で、うん、この処分は無効だという裁判がです、ね、出ないか。 だから、まあ、午前10時に弁明書を受け付けでそこから結果で処分が出るまであまりにも短すぎる、うん、このプロセスがどうなんだろうというふうに、うん、31人弁明書出ているということですから、うんはい、相当不満を持っている議員もいると、はいはい、いう中で岸田総理なんですがこちら処分がないということに対して党内から批判の声が上がっています。岸田総理自身,自身の処分については 党の歴史の中で現職の総裁が処分された事例はないということで自身の処分については否定的。 これについてこの背景というのはどう見ますか一つは,やはりあの二階さんのですね次の選挙に出ないという判断、決断が大きかったと思いますね。実はまあこの問題でいうと安倍派はやっぱり組織的に大規模にやっているんですけどもまあ二階派と岸田派はそれほど規模が大きくなくてその二階派のトップが処分されないのであれば岸田の派のトップである岸田総理も処分されなくていいんじゃないかというまあバランス論でいうとまあ一応、利は通っているわけですよね。ただだこれれからどれくらどくいの処分 やっっぱでできなないてことんす総裁自身が総裁に対して処分することは技術的には可能だと思うんですけども、例えば党の役職停止とか以上であれば、当然ですけど、も総裁でいられなくなってしまうので、そうすると、じゃあ、総理大臣でも今のルールではいられなくなりますよね、なので、自分に対してそういう処分ってのは出しにくいと、あとは開国みたいな軽い処分を出してしまうと、周りからすごい叩かれますよね、自分の処分だけなんでそんな甘いねんってことになると思うので、そこいう意味においては、これ、なかなか出せる、出 39人の処分については、まあ今日にも決まる見通しではあるんですけれども、処分の重さをめぐり、不満が爆発している議員もいるということで、関西テレビニュース、ユーチューブチャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。